トラックでは個人種目が全て終わりまして、残すはリレーのみ。まずは女子共通 400m リレーの決勝です。それでは選手および学校の紹介です。1レーン鴨川、山口さん、長谷川さん、石井さん、土さんのオーダーで1レーン鴨川。2レーン松戸大雄、小田さん、佐々木さん、岸さん、中田さんのオーダーで2レーン松戸大雄。幕張本郷、渡辺さん、長妻さん、樋口さん、川久保さんのオーダーで3レーン幕張本郷。4レーン河野翔、高木さん、笹さん、ルイさん、青柳さんのオーダーで4レーン河野翔。5レーン葛飾、青木さん、春日さん、関さん、森沢さんのオーダーで5レーン葛飾。6レーン阿孫子、土屋さん、中谷さん、菅原さん、佐藤さんのオーダーで6レーン阿孫子。7レーン松戸第一、山岸さん、鍋島さん、小手さん、斉藤さんのオーダーで7レーン松戸第一。そして8レーン七継ぎ台、佐野さん、岩佐さん、木村さん、小松さんのオーダーで8レーン七継ぎ台。以上8チームで共通女子 400m リレー決勝です。ただいまのスタートについて審議が行われます。3レーンが失格となります。それではスタートのやり直しです。共通女子 400m リレー決勝がスタートしました。1レーン鴨川、2レーン松戸第四、4レーン遠野翔、5レーン葛飾、6レーン阿孫子、7レーン松戸第一、8レーン七継ぎ台。さあバトンは1走から2走へ。さあバックストレート、さあ最初にバトンを渡したのは松戸第一でしょうか。さあその内側6レーン阿孫子が上がってきている。さあ6レーン阿孫子、7レーン松戸第一。さあほぼ同時にバトンはアンカーへ。さあ先頭リードしているのは阿孫子。さあ7レーン松戸第一のアンカー斉藤さんも上がってきた。さあ松戸第一がかわしたか。現在行えておりますのは、高跳びの表彰であります。優勝しましたのは、京田の畑谷君で1メートル88、そして第2位は
河原塚の青沼君で1メートル88、これは試技数の差であります。さあ、ただいま終了しました女子の 400m リレー、優勝は7レーン松野第一、49秒15での優勝でした。おめでとうございます。そして高跳びの第3位は東野省の手島君で1メートル85。